君の脳に直接送もうするの、ミヤです。こんにちは、こんばんは。リトルナイトメアやっていきましょう。前回から新しい敵コックスちゃんが出てきまして、コックさんがなんかね、魚に詰めてきたりとか、なんか料理してきたりとかしてそうな感じで、これからどんな料理作ってくれるんでしょうかみたいな感じですね。さあ行きましょう。誰か寝ている。これコックさんなんじゃないのか、わからんけど、国産っぽいね。まあいいや、とりあえず。お、起きるんか？あ、なるほどね。あら、どこに持ってくんだろうな電気つけられちゃうんだね。お、石鹸だ。トゥー、あ、でもこれもなんだろう、開くんだ。でも多分いけるんだ。あ、エレベーターなんだ。じゃあさっきのコックさん何だったんだろうあそこ行かなくてもよかったのかな。なんか隠しなんとかがあるのかな。謎が謎を呼ぶ。あ、ここ前回の調理場じゃないですか。コックさんいない状態でここに来れるんだね。なんか前回見れなかったとこなんかあるかな。いるじゃん。え、やっぱ何体もいるの、コックちゃん。コックさんも、足長おじさんも、手長おじさんか。マジか、損したな。とはいえ、戻ってこれるということは、あそこの鍵がやっぱり手に入んのかな、どうにかして。さっきの寝室で。寝てたじゃん、さっきまで。なんか、普通にエレベーター開いてて、エレベーターから帰ってこれました。セキルトがわからん。やっぱこの寝室を探索しないことには終わりがないというか。これオルゴールだよな、きっと。起こせんのかな。あ、オルゴールじゃなかった。なんだろう、あれ。やべ。ここまで来れば多分バレないと思うんだよな。あれ絵かな。とりあえずね、こう上を歩いていく感じで。帰ってこなそうだな。え、登れないんだこれ。まあ、ちょっとコックさんいなさそうだからここ探索してみましょうかね。この引き出しも開かない。このストーブ?ヒーターも関係ない。あ、鍵あんじゃん。ちょっと鍵ゲット。じゃあやっぱ下に行ってあそこの鍵を開けるっていうのは合ってたんだね。ひー。じゃあ下行きますか。お、三角。お、バレた。ここまで来るんだ。でもやっぱガバガバムーブで、レース置いといて割ってみると三角くんが出るけど、コックシャンが来て、コックさんは三角には興味ないんだね。まあいいや。じゃあ進んでいきましょう。基本的に前回と動きが一緒ならそんなに難しい相手じゃなかったと思うんだよね。例えば見つかってもこういう隙間に隠れればバレないというか。やべ、バレた。あーっていうねちゃんとちっちゃい足跡がつくんだね。シックスちゃんだっけ。
向こうでなんとかやってるところを、あ、やべ。走れなくなるんだね、鍵持ってると。そういうことでちょっと難しくなってるって感じかな。そこにはおらんで。とはいえ、次隠れるとこどこだっけ？あ、ここか。潮んとこね。なんかすごい向こうまで行かないんで、やっぱタイミング見て行かねばならぬような感じですね。よしよし、バレた？鍵は持ってくべきなのか？はぁ、ナイフは持っていけない。ナイフ？包丁？包丁は持っていけない。持っていけたとしても、どうにか、ねえ、ならんとは思えないし。お、すごい。豚肉の腸詰めだ。え、なにこれ。あ。小人用エレベーターみたいな。寒っ。とりあえずここちょっと見てみるかね。なんかグロいこと起きそうでやだ。怖い。なんかしないとこれ回す意味ないのかな。これはどうだ？お、おー。輪切りが入りましたね。で、お。おー。あー、なるほど。一回につき、一肉。あー、なるほどね。上に、まあ、このソーセージを生み出すことに何か意味があるかわからないんですけど、さっきのあの、小人用エレベーターで上に行って、肉ストックみたいのを上に置いといて、で、肉を落としてソーセージをこうやって回して作るということが今回の目的なんでしょうか。あー、とりあえず上行けばわかるでしょうね。寒っ。ここに肉を置くんじゃないかな。大体なんか毎回予想したことと全然違うことになるからな。ただただ恥ずかしい。おっと。なるほどね。こんだけでかい肉だとめっちゃソーセージ作れそうだね。こんな感じか。こっちはなんだろう。あら。じゃあこっちへまたなんか別のあれがありそうだから、とりあえずソーセージ作ってみよう。よーし。おろして、回して、あ、いっぱいできる。いっぱいできねえじゃん。こんなもん。あ、で、あそこをソーセージ作り続けて、あの右側の四角いところに入るってことかな。なるほどね。じゃあ、こっち側にその秘密があると信じて。お。日本人形みたいなやつ。これも意味よくわかんないんだけどね。あ、ここに肉あんじゃん。三つでいいのかな？なんか四つぐらい作りそうな感じだったけど。まあまた下行くか。入れて、回して、できました。で、これ多分キャッチできて、あ、三つでいいんだね。で、この中入ると、謎。よいしょ。
また冷蔵庫的なところに来ましたね。換気扇が回っている。だけ広いと国産来そうでやだな。来ねえな。あ、また、あー、え、また鍵。あ、なるほどな。あー、まあじゃあね、今日は、今回はこんなもんにしておきましょうかね。はい。まあ、またいろいろ謎はありそうなんでね。まあ、ここを次から見てから、次調べてからスタートしようかと思います。じゃあね、今回もご視聴ありがとうございました。ちょっと短めでしたけどね。また次回以降もご視聴いただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、おやすみ。じゃあね。